一つになる世界っていうのは、去年も同じようなタイトルで出してたんですけど、自然と建築とか、その森と自然、森と人工物、そういうものがこう隔たりなくその一つになっていくっていう世界を、伝えたいっていう意味なんですけど、で今回その崩れゆく世界っていうことも書いてるんですけど、それは崩れていくけれどもまた一つになっていく、その再生されるその世界観、世界、この宇宙の巡りと同じようにそういう世界を見せられたらなと思ってつけました。そうですね、人間は、自然の一部だと考えているので、自然、人間が作り出すものも人間の一部、自然の一部なんですね。なんかそういう意味で、捉えています。建築っていうものを、題材にしてるんですけども、人間が作り出す建築っていうのは、意識が、人間が作り出した意識、その意識ある中で作った建築っていうのは、地域や文化、またこう歴史とか、そういう風土も含め、そういうものを伝えていくその一つの媒体だと思っていて、自分の視覚と脳と一緒にこう働きかけて、また一つに戻っていくような、自分のその、見る側から、見る側の方がこうまた直していくような作業をしてほしいなと、してほしいというか、何を自分が未来に見出すか、そういうところを考えてます。いろんなところで撮りためた写真ですけど、それを一度フィルムで撮ってるんですけど、でそれを一度コンピューターに入れて、スキャンして入れて、でそれからアルゴリズムという手法で画像を崩していくんですけど、プログラマーの方がいるんですけど、その方とちょっとやり取りしながら、その崩れ方のそのイメージだとか、そういうのを打ち合わせしながら作っていったんですけど、でそれが割とすごく有機的な、人工ではあるけれどもすごく有機的なものなんですね。計算されてるけれどもすごく有機的で、でその有機的なものをずっとこう観察しながら、自分の写真なんですけど、またこう命を吹き返すみたいな感覚でもあって、でその、ずっと動いていく中を、またシャッターをコンピューターの中でシャッターを切るような感じで、一つのモメント瞬間を切り取っています。前回はアクリルブロックを使ってたんですけども、今回、同じような感覚で、その歪みとか、水面の揺らめきで、その視覚が、自分の視覚でその画像が歪んでいるのか、もしくはその水の揺らめきで画像が歪んでいるのか、ちょっと分からなくなるような、そういうちょっと仕掛けというかしてまして、で建築をやってたっていうのもあって、ずっとその平面だけに限らず、その平面だけどもちょっと立体的な、でも立体にまでいかない、なんかその曖昧さが面白くて、でその現実と非現実っていうような、そのなんかその境界線が曖昧になるような、その幻想と現象とか、そういう視覚効果を生まれるようにちょっと考えて作ってます。特にこの植物かっていうのはないんですけど、その命ある、なんていうか、自然は言葉も話さないし、でもその一つのその現象として、その自然現象という形で表現をしてると思っていて、でその自分がグッときたというか、そういうこう
温かい気持ちになる瞬間を捉えていて、まあ、そうですね、そういうあの、まあ、建築も同じように見てるんですけど、それがまあ一つになっていけばいいなって思っています。建築ってすごく深く広くあのいろんな知識も必要ですし、そのやっぱり考え方がすごく自分には合っていてすごく好きなんですけど、その、まあ、自分がその建物を作らずしても建築的な考え方でもっと広く伝えていける方法を取ったらこうなったっていう感じなんですけど、なのでこれからも同じように表現していこうと思っています。もともとその写真を撮るのは好きで、いろんな建築を見て回って、まあ、勉強のためにあとまあすごい建築は好きなので見に行ってたんですけど、でだんだん構図だとかなんかそういうのにこだわって撮ってるうちに、なんかもっとその自分らしい表現がその写真を通してできるなっていうのが分かって、そこからですね写真の世界にこうグッと入ってったんですけど、はい、また建築に惹かれる部分がやっぱりあって、まあ、ずっと、まあ、学生の時からずっとそうなんですけど、そのアートと建築の間にずっと自分はいるなっていう感覚があって、で、まあ、それをずっと、結局はこの道を選んだんだなっていう気がしてます。まあ、ヨーロッパ、アメリカ、まあ、カナダ、ヨーロッパは結構いろいろ行ってます。でアジアも最近行ってますけど、やっぱりその現地の人方々とお話しすることがその自分にとってはそのなんていうのかな、固定概念を、まあ、日本にいると日本の考え方になるというか、でそれがその現地に行って彼らの生活を見て一緒に体験して、でするとそこの地域のことが分かってくるんですよね。ここの土地の人はこういう性格だとか、そういうのも、あ、こういう風土で育ってこういうものを食べていてでこういう習慣があって、あ、だからかっていう、そういうこう感覚が分かってきて、そうですね、違いを受け入れやすくなるというか、違いを楽しめるその地球規模で考えられたらいいなとは思いますね。京都グラフィーの、展示もすごく素晴らしいですけど、KG プラスの方もいろんな方にその世界中から来られる方たちに見てもらえるっていうのは、私にとってもすごく、大事な、素晴らしい機会だと思うので、あと京都中が、私は京都に今住んでるんですけど、まあ、京都がそれでまた京都の方々もその世界の、まあ、写真だとかアートに触れる機会にを作ってもらえてるっていうのは素晴らしいことなので、今後も続けていってほしいなと思っています。